皆さんこんにちは、リリーピンポンチャンネルの肌です。今回の動画のテーマは、前回の動画の続きになるんですかね。レシーブをした後の足の動かし方、レシーブ後の戻りになります。足の動かし方ってなかなか教わる機会とかもないかと思いますし、せっかくなのでたくさんコメントもいただいたので、この足の動きに特化した動画を撮りたいと思います。私自身とレッスンをしていく中で、レシーブがどうしても苦手なんだよねっていう声をいただいたりとか、あとはそのいざレシーブをして入ったとしてもその次ができないんだよねだったりとか、試合になるともう何も分かんなくなっちゃうっていう方もいたりとかっていう、お悩みとかも聞くので、それの、レシーブだけが、見極めってなったらまた別なんですけど、レシーブをした後の戻り、2球目、4球目のジャンルにちょっと今日特化して説明していきたいなと思います。まずはピンクさんがやってみたのでこちらをご覧ください。いかがでしたでしょうか。ピンクさんの一番の課題になるんですかね。一番の課題としては、戻りになります。これが、見ていただいて気づいた方もいるかもしれないんですが、打つ時に足が止まってしまっていると、その一本を打てたとしても、その次が打てなかったり、それがどんどん重なって徐々に遅れてしまって、こう結果的に振り遅れるような形になるケースが多いです。で、あとはそのどうしても上半身に頼ってしまって手打ちになったりだとか、万全な形で重心移動ができてなかったりっていうようなことにもつながってくるので、特に今回の動画で意識していただきたいところとしては、上と上半身と下半身を、いかにセットで動かせられるか、足を動かして常に戻れるかっていうところがポイントになります。まずは次に私がやってみたのでそちらをご覧ください。お、増えたね。
前後のフットワークになるんですけど、結構、まあ、1球練習だったりとか試合前とかには左右のフットワーク、左右の切り返しをする機会も多いと思うんですが、結構 そのフットワークは、まあ、イメージもできると思いますし、できる方も多いんですが、なかなか前後の動きで、まあ、レシーブの時ぐらいしかできないので、でなおかつレシーブがミスしてしまったらもう戻りもできなくなってしまうので、まあ、多球練習とかでもいいですし、もう、前後のフットワークっていうところをもう特に練習して、重点を置いて練習していただきたいです。それで、まあ、その前後のフットワークの時のポイントになるんですが、打つと同時に戻るというのをイメージしてください。打ってから戻ってしまうと、もうボールが来てしまうので、溜める時間が、まあ、ロングボールの時の溜める時間がなくなってしまいます。なのでもう極端に打つと同時に戻って、次のボールが来る時にはもうニュートラルの位置で戻ってから、戻った状態で見るようにしていきたい、いくのが理想です。で、前に、なんだ？じゃあ、その、打つと同時に戻るっていうのは、どういうふうにすればできるの？打つと同時に戻るためには、右足、まあ、利き足、右利きの方は右足で前に出て、打つと同時に右足で蹴ってあげてください。左右？はい。でも向こうが、はい、と前に出て蹴ることで一歩で戻れるようになって、それと同時にためを作れるようになるので、タイミングも合いやすく、まあ、リズムよく戻れるっていう形になるんですかね。右足で蹴って戻って、次の準備をしてあげるっていうような感じです。まあその私の見解ではありますが、蹴るということは、その右足を蹴るということは、右足を前に出さない限り蹴れないよね、まずね。右足に全部重心を乗せてあげてください。そうしないと、戻ろうっていう形にならないから蹴れないんだよ、多分ね。だから突っ立てたりとか、まあ、重心は左足とか、あの後ろに残したまま右足出したところで蹴れないんだよね、多分ね。だからちゃんと重心も前にして低い姿勢でまず前に出るっていうのはレシーブの基本だし、それができればそれで終わらずにその反動で蹴って戻るということができるということを、なんかこの前レッスンで聞きました、私は。実践に近い形での練習方法としては、多球でもいいのでフォア前からの展開を練習しましょう。フォア前に出るときに右足をしっかり出して、その右足で蹴って戻り、次のボールを打てるようにしましょう。この時バックロングへのボールも混ぜると、より実践に近い形になります。足の動かし方は複雑なので、場面に応じて動画を作っていきたいと思っています。いかがでしたでしょうか。今回は足の動かし方という形で動画を作りましたが、
やっぱり動画越しではなかなか伝わりにくい部分もあるかと思いますので、もし本格的に挑戦したいなっていう方はぜひこちらまでお越しください。チャンネル登録よろしくお願いします。